ダミール・マルコータことダミール・マルコータ・オメルホジッチは、クロアチアのプロバスケットボール選手。スペイン男子、プロバスケットボールリーグ1部リーガアッコブの、ビルバオバスケット所属。ユーゴスラビア・ボスニア・ヘルツェゴビナ・サラエボ出身。ポジションは、スモール・フォワード、パワー・フォワード。211センチメートル、102.1キログラム。ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボで生まれた、彼は、 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の最中、スウェーデンで育った。ストックホルムのチームで、マチー・ランペと共にプレーし、14歳の時に、クロアチアに移り、その後、KK シボナ・ザグレブと契約したが、2002から2003シーズンまでたチームに、レンタルされた。バスケットボールスウェーデン代表からオファーを受けていたが、これを断り、クロアチアの市民権を得た。バスケットボールクロアチア代表に招集され、 2003年のジュニア世界選手権で平均5.8得点4にリバウンドを上げた。2005年の U-20 バスケットボール欧州選手権ではチームトップの平均18.3得点10.8リバウンド2.9アシストを上げた。2004年の NBA ドラフトにエントリーしたが取りやめた。2005年に母親の旧姓であるマルコータに改名した。 2005から2006シーズンには平均7.8得点5.1リバウンドを上げて、控え選手としてはユーロリーグの中でもトップクラスの活躍を見せた。2006年の NBA ドラフト二巡59位でサンアントニオスパーズに指名されたが、2007年のドラフト二巡指名権2つとの交換でミルウォーキーバックスに交渉権がトレードされた。バックスは同年夏、 マルコータと複数年契約を結んだ。2007年2月、NBA デベロップメントリーグのタルサシックスティシクサーズに送られた。同年9月8日、バックスからウェーバーされ、2日後にロシアのスパルタク・サンクトペテルブルクと契約を結んだ。2008年はじめに、リトアニアの BC ジャルギリスと契約した。2008年の北京オリンピック代表に選ばれていたが、 カメルーン戦でハンツキータを損傷したため、欠場することとなった。2008年8月14日、KK シボナザグレブと契約を結んだ。しかし膝の負傷もあり十分なパフォーマンスを見せることができなかった。同年10月、リーガッコブのメノルカバスケットと契約、2009年1月、ビルバオバスケットに加入した。2010年9月1日、 スロベニアのユニオンオリンピアと1年契約を結んだ。2012年1月、給料の支払いがきちんと行われないオリンピアを退団し、KK ザグレブと契約した。2012年8月、ベシクタシュ JK と1年契約を結んだ。2013年9月27日、ブローゼバスケッツと契約を結んだ。11月25日、 ビルバオバスケットとシーズン終了までの契約を結んだ。2014年10月、KK 死亡なとシーズン終了まで契約、3度目の復帰を果たした。しかし、2015年1月2日、死亡なを退団、同日、トルコのイスタンブールビービーと契約を結んだ。ありがとうございます。